あくび、あくび、やば、マジでもう死んだような顔してるやん。めちゃめちゃパジャマ、もうマジで寝てた、本当にマジで。眠くて眠くて、何グラを考えなあかん。起きて前髪整えてリップ塗って顔ベビーパウダーでパパパパパってして、一応何グラを考えましょう。やばい、声が、人としての声を、人としての役割を発してる声ではない。マジで可愛い女の子っていいよな。でもマジでプリキュアになりたいんだけど、本当にお願いだから。あ、鬼滅や。あ、すごいお腹鳴ってる。えぐない、寝起きとかってさめっちゃお腹鳴るくない？なんかお腹の中のさ機能がさ動こうとするから。魔法使いプリキュアマジで可愛いよな、大好き。ナングラどうしよう。もうパッとナングラを決めて、パッと。こんなこと言ったらよくないから言わんとこ。光つけとこ。あ、なんか光つけたらなんか生きてんのか死んでんのかようわからん顔になってんやけど。オレンジはやだ。終わるって言うんとしたでしょ絶対。一回発声練習しよう。オッケー。まままよし。いけたかな。びっくりさせちゃった、ごめん。あ、ごめん、イヤホンの人。アイカの今日の靴下が左右長さ違うことだけ発表しとく。来たら大声で目覚めた。いいやん目覚めって。あ、髪切ってた、かわいい。ナングラの台何なんだっけ。マフラー、マフラーのボタンが開いたら何言ってんの。ちょっと待って。
何言うてんの。だっけ、マフラーのボタンが開いたら、マフラーのボタンは開かないよ。だっけ、新公園の幕が開いたらみたいなやつか。新公園の幕が開いたらお客さんがびっくり、その なんでみたいな。あ、劇場の幕が開いたらお客さんがびっくり。あ、らしいです。 NMB48 を切り、新公演の幕が開けたらお客さんがびっくりした。その理由とは、メンバー全員前髪整ってた。いや、幕開いた瞬間はな、メンバーが整ってる。近しげさんがお弁当食べてた。めっちゃいいやん、それ。それにしようかな。はじめまして、どうも。ごめんなさい、はじめましての人にどうもとか言って、もうそういうとこだ、本当に。はじめまして、ご来場ありがとうございます。ご来場、ご観覧ありがとうございます。すいません、はじめましてがこんな寝起きの配信で。水泳を終えた？え、なんか水泳を終えたってこと？どういうこと？え、何？何？めっちゃ薄めメイクになって初めて見た。そもそもほぼすっぴんだよな。目も、え、今何やってんの？眉毛をパウダーでサッと描いたのと、リップをパッと塗っただけの状態。マジで、うん、やばい、うん、生きてていい顔してない。チークも欲しかった、サッシャに。チークないわ。どうしよっかな。幕が開いたらメンバー叫び出した。わかんわ、脳がまだな、まだ脳がさ生きてる。なんだホテルの舞台申し込めたよ。なんかすぐ完売したらしいね。すごいじゃん。どうしよう。近しげさんがセンターに立ってたのめちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃごめん。近しげさんが青い月が見てるから踊り出した。それにしよう。なんぐらどこ、なんぐらダーリンダーリン、ちょっと待って、なんぐら。
冠ライブにした。あー待って、これまだ取り消しいける？いや多分もう遅いかな。はじめまして、こんばんは。だからもうはじめましての方にもこんばんはとか言うのが本当にダメ。はじめまして、あーお腹の調子悪いよ。いいよ、お話し会ってどんな感じ？仕切りね、話し会はこっちがファンの人で、あちょっと鏡がここにある程度こう始まります。なんかめっちゃ鏡見てるやん、何してんの、え映ってたんみたいな感じ。あこっちメンバー、劇場版鬼滅の刃無限列車編お話し会申し込んで初めましてするメンバーから緊張しています。そんな私ごときに緊張する必要、え私のこと、私じゃなかったらちょっと分かんないけど、私のことだったら私ごときに本当緊張する必要性が全くないので、本当緊張せずにすごいもうパジャマでいいよ、気楽に挨拶綺麗な何ダンスできて、心を燃やせ。マジでもうプリキュアになりたい、本当にもう心の底からもう。アリスの格好するとか言ってまだアリスの服買ってない、買えよ。あお腹の調子悪い、鬼滅始まるまでにお風呂入っちゃいたい。30分ぐらいしかない。
プのライブでメッセージ会話やるとマジ懐かしい。あのね、体がいろんなとこなってる。新選組だよな。新選組もう一回やりたい。やりたくはない。でも楽しかった。今日もね、千秋楽来ちゃうし。大丈夫マジでこのすっぴん。無理やん。10周年コンサートから拍子です。どうもありがとうございます。スタバのチョコ美味しかった。美味しいよ。でもね、なんかすごい甘い、めっちゃ甘いようで、まあすごい甘いチョコ、すごいチョコだよみたいな、すごい、うん、日本語がわかんないんだけど、甘い甘い、すごい日本語がわからなくなってきた。2回行って2回止まりきれてた。かわいそうに。チョコのやつめっちゃ美味しいんです。で、甘いくて、甘いくて、アイカはそのほうじ茶とか抹茶とかアールグレイみたいなさっぱりしたやつの方が好きだから、あの甘党さんはイエーイみたいな感じ。これすごい甘いのいっぱい口に全面にうわーみたいな、甘いのチョコすごいすごいチョコが口にうわーみたいな感じ。ほうじ茶とかアイカはそのさっぱりみたいな方の方が好きございます。まあ、もう脳がまださ、脳がちょっとさ、アイピもゴールド会なの。八木愛花ちゃんは何歳ですか？5歳。ほうじ茶クラシックティーラテが出たばっかりの時に友達に受験応援してほしいです。頑張れ。何年生の受験？中学受験？小学校かな？高校受験かな？大学かな？頑張れ。愛花の妹も中学受験、嘘です、高校受験の本当にあとちょっとだから頑張れのとこ。高校受験、妹と同い年じゃん。中3や、頑張ってな。今マジでしんどいよな。1月でしょ？1月なんかめちゃくちゃ追い込みの時期でしょ。頑張って、ほんと頑張って。妹もめっちゃ頑張ってるわ。頑張ってね。そう、ほんでほうじ茶クラシックティーラテが出たばっかりの時に友達に蜂蜜追加したら美味しいって教えてもらって、やってみたらマジで美味しかったから、どうぞ
あ、ほらいるわ、ほうじ茶クラシックディーラテ蜂蜜追加したって人だよな。ユニバ行きたいんだけど。でもさ、こんな寒い中さ、ユニバもよう行かんねん。昔はよう行ってた。最近ほうじ茶飲めるようになったの褒めて。あ、やばい、お腹お腹、もう恥ずかしい、この音、無理、お腹お腹、マジこれお腹やから、お腹やから信じてくれへん人はもうこのショールーム見んといて。もうやだ、死にたい、やだ、お腹お腹だから、お腹だから、信じてくれへん人はもうみんな帰っていいよ。もう一生寝起きに配信せえへん。お腹、お腹、お腹、あ、前髪。お腹、お腹だから、ほんと、もう。ああ。やばいやばいやばい、よし、靴下が見えた。あ、もうまたすぐなる、寝起きって仕方ないね。めっちゃ LINE 来てんねんけど、わかにゃん、わかにゃんとまいちゃんと、あ、もうすぐなる、もう嫌い。もう本当に嫌なんだけど。猫と彼女ってキッシュでプリットってことある、あるよ。えぐない、そんなんなんかなる。しおみんが今日ショールームでアイピオン、え、まいちゃんがこの前は意地悪でわざと電話出なかっただって。なんでそんな意地悪するの。猫と彼女、え、可愛いよな。マイクあれの方が好きな、なんか 97% みたいなやつ。あの、怒鳴ります。はい、なった。でもなんかその、あの猫と彼女のやつ、今マイクあれ、あのツイッター、ツイッターじゃねえわ、いいや、
97って読むんやね。あれかわいい。あ、キャンスタわかる。キャンスタ好き。なんかもうキャンスタなくなるかも説みたいな、あるような。キャンスタと前まではカオラブが良かった。カオラブも漏れるけど、カオラブも漏れる、カオラブも漏れるよ。キャンスタもマジで好き。なんかあの写りが好き。キャンスタのあーこれ可愛いか、マジで漏れないんだよな。まいちゃんに電話かけてみようや。出ないんだけど、またお腹なりそう。出ないんだけど、ついさっき LINE 返事来てたのに。出ないんだけど本当に。え、だって3分前に LINE 返ってきてんで。出ないんだけど、なんかもうなんかほぼ毎日マイちゃんに電話かけてんのに1回も出へん。なんで？あ、出なかった。赤にゃんにかけてみます。まいちゃん、赤にゃんも出ないんだけど、なんで？なんで？え、出ないよ。なんで？え、いやいやいや。出る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 。他にはもう出ない。出ないんだけど、出ませんでした。お腹鳴ってる。出なかった。ふうわふうわウーバーのライン。フーバーどこ？おったおった。出ると思う。フー、ごめん、下打ち出た。通話中のため現在電話に出れました。電話してたんだけど、あの子寂しいっていうスタンプ送った。かわちいねってきた。真鍋さんは帰ってる最中なんじゃないですかね。
て電話あんまりしないからな。じゃあそろそろランキングを読みます。突然ですが初見です、こんばんは。それはそうと、 IP は星か何かですか。わかんない。夜中はカニャンとどんな話したの。なんで知ってるの。ランキングを読みたいと思います。ねえ、もっと好きになってもらいたいの。ランキング読みます。こんなガサガサの声で、13位カホさんありがとうございます。12位ユウさんありがとうございます。11位マスオさんありがとうございます。10位トリオヤジさんありがとうございます。9位ミモノさんありがとうございます。8位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。7位つっちょんさんありがとうございます。6位ユウさんありがとうございます。5位トムさんありがとうございます。4位エリピちゃんありがとうございます。3位ゆきまこさんありがとうございます。2位タルタルタさんありがとうございます。1位セブンゴムナインさんありがとうございます。ありがとうございました。元気出してね。元気なんだこの TikTok もやってるし、なんだろう。話し会でうちは待つから感想聞かせて。いいよ。なんやろあんだこ。じゃあ終わりましょう。突然なのですが終わりましょう。ありがとうございました。バイバイ。こんな寝起きの日本人としてどうした。勉強に関して共感を求めに来たんやけど。どうした。何もない。さっきえ、何。危ない。さっき君と同い年の子が受験応援してくださいってコメントを送ってきてた。頑張れって言った。頑張れ、頑張ろう、頑張ろう。で、何の教官？あ、終わってから聞く？返答がありませんでした。妹です。妹はお風呂上がりです。あ、せやな。本当に。電話をかける。今本当に電話をかけてます。あ、もしもーし。はい。え、そのことある？うん。1メートルないんやけど。嘘、1メートルある。1メートルある。それだけ、ありがとう。え、電話かけられた。じゃあ終わりましょう。じゃあ終わりましょう。もう満足です。バイバイ、ありがとうございました。バイバイって、バイバイって見抜きもしてくれませんね。え、あ、バイバイって、バイバイって、バイバイ、バイバイやって。